つを撃墜よ。本物か。あれ、何が起きた。奴はどこへ行った。貴様、さあ返してもらおう。彼女から奪ったカウント5年間を。貴様、よくもこの私に。身の丈ほどもある大太刀を振るい、細切れに切れ刻んでくれる。おのれ、なぜだ。私は選ばれし男、我が剣を避けることなどあるはずがない。その脚力は人知を超え、誰の目にも止まらぬ動きで敵を斬る。ごめんね、怖くない。ちょっと、あ、いえ、すごいです。やっぱりリヒトーさんがずっと探していた撃墜王さんだったんです。さ、ちゃちゃっと片付けて君のカウントを取り返さないと。リヒトーさん、怪我しないで、お願い。怪我してるのは君の方じゃないか。分かったよ、僕は怪我しない。君のカウントを取り戻し、帰って君と一緒にご飯を食べる約束だ。どうする、やめてほしい。やめて。伝説の撃墜王を探しなさい。やっと見つけた、やっと見つけたよ、お母さん。さてと、これは僕がもらうね。めんどくさい子だな、君は。まだわからない？納得いかないなら